えー、8月12日6時13分の相場解説になります。デイリーを見てるんですけども、なんか今までのね私の予想とは全然違って、この下の方で展開されると思ったんですけども、どうもですね。 上の方にずっと伸びていってしまいましたね、えー。ということなんで、おそらくですけども、この後はどうなるかといいますと、このゾーンをくーっと引っ張ったときに、これが跳ね返ってね、こういうふうに伸びていくのかなと、方針が180度変更になります、これからは106円、107円の方向に行くんではないかなっていうふうに考えていくことも必要かなと、そしてもう一つね、まあ、これはないと思いますけども、大前提として、このゾーンが果たしてそれほど当てになるものとして、 未だに作用するのかなとというところですよねこれからは別の見方をしていかなくてはならないのかもしれませんというところでデイリーの解説を終わります。4時間。4時間ですね、こうやってね、時にね、自分のことをね、疑ってみないといけないですからね。えっ、ー、と、これはですね、こちらを、まあ、シングルダウン、何んなんか、 2点底じゃない、1点底ですね <laughs>。まあ転換が起きたということなんですよね。こういうふうにグーッと下がっていくところから、ここからは上昇ウェッジに入ってきますよっていうことなのかなと思います。移動平均線もこういうふうに3本上に開いてますからね。えー、これからやっぱり上昇に転じていくんではなかろうかと。その時にこのゾーンっていうのはきっとバウンドして上の方に伸びるように作用するのかなと思うのが4時間の見方ですね。で、えっ、ー、と、最後、エントリーするべき1時間の チャートなんですけども右肩上がりねね完全に、ね、うんこれに気づくのがやっぱり遅いからあーだからまあ利益を取り損ねているんだと思いますえっ、ー、と天井から大きく下がってセルで取るっていう風なねことをずっと狙っていたんですけどその狙いはくしくも外れてしまったようです、まあ、ですのでこれからはあの倍で取るような形をね模索していくというところで昨日は全く分からなかったところが あこの辺まで見えてきたかなっていうのが今回私のね考えです、まあ、こういうふうに上がってきたのに支えられてここからはズバッと上昇に向かうのかなっていうふうなね圧力を今のところチャートで感じてるところですかね、はい、えっ、ー、とデイリー4時間1時間両方ともすべてがあ買いモードに入っているかなというところでございます本日は以上ですちょっとエントリーには至らないですね